どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテル、またねハイアットホテル、プリンスホテルって言ったね、この名の知れたホテルにですね、お得にね宿泊することができるハフについてですね、解説ねやっていきたいなと思います。このね月額制宿泊サービスであるハフについてはですね、先日ね私のコミュニティ欄でねちょっと間に合わなくて発信させていただいた内容なんですけども、このハフっていうサービスはですね、月額費を払ってですね掲載されているね宿泊先が利用できるねサービスっていう風になってるんですけども、このハフにね掲載されているホテルの中にですね、マリオットホテルであったりハイアットホテル、プリンスホテルっていったねホテルがですね、宿泊先として数はね少ないわけなんですけども掲載されているんですよね。こちらのハフをね利用するとですね、お得にね宿泊することができるっていった形になっておりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、このハフというね月額制宿泊サービスについてなんですけども、こちらはですね好きな時に好きな場所で働くための住まいが見つかる月額制の宿泊サービスっていった形でね公式サイトに記載がありまして、月額費を支払うことによってですね、この掲載されているホテルやですねドミトリーに宿泊することができるサービスっていう風になってるんですよね。でこのサービスなんですけども、ハフっていうね宿泊サイトの中にハフコインっていうねポイント制度がありまして、このハフコインをね利用することによってですね、もともとねドミトリーだった客室がですね、そのハフコインを使うことによって個室になったりですね、またですね先ほど言いましたマリオットホテルだったりハイアットホテル、プリンスホテルっていったねブランドのホテルにもですね、このハフコインを利用することによって宿泊することができるっていった形になってるんですよね。料金がですね月額制でかかってくるサービスっていう風になるんですよね。でこちらが料金一覧っていう風になっておりまして、お試しハフ月3000円で1泊、ちょっとハフ月1万6000円で5泊、時々ハフ月3万2000円で月10泊、いつもハフ月8万2000円で1ヶ月ね宿泊することができるっていった形になってるんですよね。こちらの表ね見ていただければねわかると思うんですけども、まあ、月のね滞在数によって料金がね変わってくるっていった形になるんですよね。でフリー Wi-Fi であったりですね、ウォーキングスペースであったり、またね月ごとによってハフコインがですねもらえるっていった形になってるんですよね。まあこのお試しハフっていうのがまあ3000円なんですけども、これだとねちょっとコインはもらえないんですけども、ちょっとハフであったり時々ハフ、いつもハフっていった形で、こういったね料金が高くなっていくと、このねハフコインっていうのもですね月によってもらうことがねできるっていった形になってるんですよね。でですね、今こちらのね料金プランをね見ていただきましたけど、こちらの他にもですね、お休みハフっていうね月額料金がかからないで会員登録するだけのねプランっていうのが用意されてるんですよね。まあこれからねちょっと詳しく解説させていただくわけなんですけども、もしねこの動画を見ていただいて利用されたい方はですね、ひとまずこのお休みハフっていうので会員登録だけしてもらってですね、そこでハフコインっていうのをある程度稼いでいただいて、その後ですね宿泊したいなって思った時にですね、有料の会員プログラムに変更していただくっていった形でね利用していただきたいんですよね。もちろんこのお休みハフっていうのは会員登録だけで月額料金がかからないっていった形になりますんで、もちろんねこのお休みハフのままでは宿泊することはねできないんですよね。ですので、もし宿泊する際はですね、お試しハフっていうね月3000円かかるねプランにね変更していただいて利用ねしていただくっていった形になります。でですね、このハフっていうのはですね月額料金を支払いつつですね、このコインでドミトリーを個室にアップグレードしたりですね、マリオットホテルやプリンスホテル、ハイアットホテルにですねこのハフコインっていうのをですね利用していただいて宿泊ねするっていった形になるんですよね。でこのマリオットとかプリンスホテルとかハイアットホテルがですねどのぐらいのハフコインがね必要なのかっていう話なんですけども、ちょっと私の方ですねこのハフのサイトで記載があるねホテル調べさせていただいたんですけども、こんな感じになってるんですよね。
ハイアットセントリック銀座東京であればですね、必要のハフコインが1200コインっていう風になっておりまして、客室タイプはキングもしくはツイン、こちら同伴1名までっていう風になってるんですよね。で、このハフっていうのはですね、基本的には個人でね利用するサービスっていう風になってるんですよね。なんですけども、この客室タイプによってはですね、同伴1名までね利用することができたりですね、まあ3番目であればハイアットリージェンシー沖縄が必要コイン500円でツインっていうのがね記載あると思うんですけども、こちらに関してはですね、ツインって記載はあるんですけども、同伴1名までっていう記載はないんですよね。まあこうなった場合はですね、ホテルにどのぐらいの追加料金がかかるのかを、まあ、確認していただいて、直接交渉していただいて利用していただくみたいな、まあそういった感じでね、利用することができるっていった形になるんですよね。ですので、公式サイトに検索をした時にですね、同伴何名までみたいな感じで記載があればですね、こちらのハイアットセントリック東京銀座もそうですけども、ハイアットハウス金沢であっても、必要コインがね、300コインになるわけなんですけども、同伴1名までですね、キングもしくはツインで利用することができるっていった形になってるんですよね。で、マリオットがね、入ってないなと思う方もね、いらっしゃると思うんですけども、下から3番目のですね、ザ・プリンス京都宝ヶ池っていうホテルがあると思うんですけども、こちらはですね、400コインで利用することができてですね、フォレストフォロワーツインということで、同伴1名までね、利用することができます。で、このホテルはですね、昨年でしたよね。こちらのホテルはマリオットボンボイのですね、ダブルネームのホテルっていう風になっておりまして、ザ・プリンス京都宝ヶ池オートグラフコレクションということで、マリオット系列のね、ホテルでもあるって言った形になるんですよね。で、このホテルであればですね、ハフコインが400コインがね、必要っていう風になりますので、この400コインと月額料金3000円でですね、一泊宿泊することができるっていった形になるんですよね。まあ簡単に言ってしまえばですね、コインは必要なんですけども、月額費はね、3000円で利用することができるっていった形になっておりますんで、まあこのホテルね、ありますけども、すべてですね、ハフコインは必要なんですけども、一泊ね、3000円で宿泊することができてしまっていた形になるんですよね。これ聞いてね、結構すごいって思われる方ね、多いと思うんですけども、私もこれ聞いてね、かなり最初びっくりしたんですよね。3000円ですからね、まあ月一泊にはなりますけども、3000円でね、利用することができるっていった形になってるんですよね。でですね、このザ・プリンス京都宝ヶ池っていうのはマリオットボンボイのね、ダブルネームのホテルでオートグラフコレクションっていう風になっているわけなんですけども、このホテルはですね、なんとマリオットボンボイホテルのステータス特典っていうのはですね、利用することができるんですよね。やばくないですかね。3000円で宿泊できて、またね、マリオットボンボイのステータスが利用することができるということで、プラチナステータス以上ね、保有されている方であればですね、朝食もつきますし、ラウンジも利用できますしね、また客室のアップグレードもマリオットボンボイホテルの基準で利用することができるという確認ね、取れておりますので、スイートルームを含むね、アップグレード、まあこちらももちろん空室状況とかにはよりますけども、マリオットボンボイのステータス特典として利用することができるっていった形になってるんですよね。いやね、これすごいですよね。ぜひね、ちょっとこの後ね、コインのね、稼ぎ方をね、解説しますので、もうちょっとね、お付き合いいただければなと思います。でですね、この表にですね、斜線してあるね、グランドプリンスホテル広島と、名古屋プリンスホテルスカイタワーっていうホテルがね、こちらハフにね、記載があるんですけども、90日先までしかね、予約することができないんですよね。で、今ね、検索したところですね、このホテルちょっと出てこないんですよね。まあ、予約がいっぱいなのか、ちょっと今サービスを提供してないのかちょっとわかんないんですけども、こちらについてはですね、ちょっとどのくらいのコインが必要で、客室タイプがね、どんな感じなのかっていうのはちょっとわからないって言った形になります。それでは次にですね、このハフコインをね、どうやって稼いでいくのかっていう話なんですけども、こちらはね、先ほどの料金表なんですけども、まあこのちょっとハフ、時々ハフ、いつもハフっていうね、有料のね、高いプランをね、利用すれば、まあこんな感じで100コイン、200コイン、500コインということで、コインね、もらえるわけなんですけども、こちらはですね、
ね、先日ね、私の動画のコミュニティ欄でね、発信させていただいた内容っていう風になっておりまして、こちらですね、2021年の6月30日までの間はですね、誰かの紹介で入会するとですね、まあ会員登録ですね、こちらすると700ハフコインがね、もらえるキャンペーンがやってたんですよね。まあ私の動画のね、コミュニティ欄見ていただいた方で、会員登録ね、された方もいらっしゃると思うんですけども、会員登録ね、そこでできた方はですね、700ハフコインね、獲得できたっていう風になりますんで、まあ先ほどの表だとですね、ハイアットハウス金沢、ハイアットリージェンシー、琵琶湖プリンス、軽井沢プリンス、ザ・プリンス京都宝ゲーキっていった形で、まあここら辺のホテルはですね、利用することができると思うんですけども、まあこちらのキャンペーンはですね、6月30日でね、終わってしまったんですよね。で、2021年7月現在だとですね、今もですね、紹介の URL から入会していただくとですね、100コインね、ゲットすることができるんですよね。でですね、また会員登録で100コイン、アンケート回答で100コイン、本人確認で100コインということで、紹介経由でですね、入会していただくと、合計ね、400コインね、稼ぐことができるって言った形になるんですよね。ですので、先ほどの表でいくとですね、ザ・プリンス京都宝ヶ池、またはですね、軽井沢、またね、琵琶湖プリンス、あとハイアットハウス、金沢っていったね、まあこういったところでですね、利用することができるって言った形になりますんで、まあこれからね、もし入会されたいっていう方はですね、紹介の URL ね、載せておきますので、そちらからね、入会してみていただければなと思います。それ以外にもですね、こんな感じでチャレンジって言った形で JR 西日本キャンペーン無料エントリーで500コインであったり、まあ JR 西日本キャンペーン特別チケット購入はちょっとお金がかかるんでね、まああれなんですけども、それ以外にもですね、初めての滞在で500コインであったり、またね、通常チャレンジ5つ達成で100コインとかね、こういうのもありますので、まあ、これ全部やっていただくと多分ね、550コインぐらいまではね、獲得することができるのではないのかなっていうふうに思いますので、ハイアットリージェンシーが500コインですよね。まあここまではですね、利用することができるのかなっていうふうに思いますので、もしね、会員登録していただいたらですね、この通常のチャレンジっていうのはですね、できるだけやっていただいて、コインね、稼いでいただければなと思います。それでは次にですね、一番大事なところですね、料金と利用方法についての詳細についてなんですけども、お休みハフというね、月額料金がかからないね、プランで会員登録ね、していただいてですね、その後、コインが稼げた後にですね、宿泊するぞってなった時にですね、お試しハフっていうね、月3000円のプランで変更していただいて、利用ね、していただくのがいいのかなっていうふうに思っておりまして、先ほど言いました通りですね、こちらのハフっていうのは、月額のサービスっていうふうになってるんですよね。で、このハフっていうのはですね、登録月、まあ一番最初の初月に関しては、どのプランを選んでいただいても、こちらプラン一覧ですけども、どのプランを選んでいただいても無料なんですよね。お試しハフでも、ちょっとハフでも、時々ハフでも、いつもハフでもですね、どのサービスを選んでも、初月は無料なんですよね。来月1日からですね、課金されるシステムっていう風になっておりますんで、頭のいい方はですね、今ね、お試しハフに登録して、まあ一泊ね、利用することができますよね。そこでコイン全部消化していただいて、ホテル利用して大会しようみたいなね。まあそうしたら0円で利用できるみたいな感じで考えると思うんですけども、そちらね、できないようになってるんですよね。でですね、こちらは初月は無料で利用することができるんですけども、その登録月ですね。で、翌月課金が完了されるまでですね、大会とかですね、もしくは高いプランに入って安いプランに移行するみたいな、まあ変更するっていう感じですね。そういったのはすることができないようになってるんですよね。ですので、最低でもですね、月ね、3000円1回の請求はね、来るかなっていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただいて利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、会員登録と利用方法をね、簡単に解説していきたいなと思うんですけども、まずですね、ちょっとこれにね、スマートフォン画面出しておくんですけども、こちらはですね、2020年6月30日に私が滑り込みでね、私も紹介コードをもらって入会して、その時のね、動画っていう風になっておりますんで、ちょっとね、
一部違う部分があるかなっていうふうに思いますので、その点をね、ご了承ください。で、紹介 URL をね、クリックしていただくと、まずね、この画面になります。ようこそハフへということで、おそらくこちらね、今500コインって映ってると思うんですけども、多分ここはね、100コインになってると思います。で、お得な招待で会員登録っていうね、クリックしていただきます。そうするとですね、アカウントの作成ということで、Facebook、Twitter、Google、またはメールアドレスでね、登録することができるっていった形になりますんで、まあ、ここはね、お好みでいいかなっていうふうに思うんですけども、私はね、メールアドレスでやりました。そうすると、登録したね、メールアドレスにメールがね、飛んできますので、そちらをね、クリックしていただきます。そうするとね、この画面に移りますので、こちらもね、キャンペーンが適用されてますっていうのを書いてあると思うんですけども、こちらね500コインって書いてあると思うんですけども、おそらくこちら100コインになってると思います。アカウントの情報入力ということで、ニックネームですね、あと生年月日で、その次にですね、プランの選択っていうのがね出てくると思うんですけども、ここでですね、あのちょっとハーフとか時々ハーフとかいつもハーフとかねあると思うんですけども、下の方にですね、お試しハーフっていうのがありますよね。その下にですね、しばらく利用されない方はこちらっていうところでプラス印がねあると思うんですけども、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、お休みハーフっていうのがね出てくると思いますので、こちらでねとりあえず会員登録ねしていただければなと思います。で、そうするとですね、クレジットカードの登録ということで、クレジットカードのね、番号が入力ね、必要になります。で、次の画面に行くとですね、登録情報の確認ということで、お試しハフではなくて、お休みハフをね、登録してますんで、月額料金がね、0円になってますよね。0円をね、確認していただいたらですね、下の方に利用開始するっていうのがあると思いますので、そうするとですね、チャレンジが達成されましたということで、会員登録ね、チャレンジ完了はね、来るっていう形になります。それでは次に簡単にね、利用方法だけ紹介していきたいなと思うんですけども、こちらね、トップ画面っていう風になっておりまして、まずですね、施設名や都市名を入力ということで、このハフっていうのはですね、一応日本国内がね、結構おサービス多いと思うんですけども、海外にもですね、こちらの掲載されているホテルありますんで、興味のある方はですね、いろんなところね検索してみていただければなと思います。私もね、もちろんニューヨークね、ちょっと調べてみて、ちょっと対象ホテルは1軒しかなかったんですけども、国内だけではなくてですね、海外にもありますので、こちらはね結構いいかなというふうに思いますよね。まあ今回はですね、ちょっと検索履歴が出ておりますんで、ハイアットハウス金沢見てみましょうか。こんな感じでですね、指定を選択っていうのがね出てくると思いますので、こちらでチェックインとチェックアウトのね日を選択していただきます。ちょっとすぐ出るかわからないですけども、出ますかね。あ、出ましたね。7月の17から18ね、今選択させていただきましたけども、こんな感じでですね、キング同伴カッコ1名まで、ツインカッコ同伴1名までかということで、まあこちらツインにするとですね500コインがかかって、キングにすると300コインでね、宿泊することができるっていった形になります。まあこちら同伴1名までね、利用することができるっていった形になっておりますので、まあ月学費の3000円とこの300コインを使って、このホテルはね、宿泊することができるっていった形になるんですよね。でですね、このハフっていうシステムはですね、今の画面で選択しますよね。そうすると、ホテル側にですね、予約リクエストっていうのが飛ぶんですよね。で、その予約リクエストが飛ぶと同時に自分にもですね、ハフからメールが来るっていった形になっておりまして、あの予約の申請をね、受け付けましたっていった形で、そこではですね、まだ予約確定にならないんですよね。ひとまず予約申請をして、その後ですね、ホテル側から OK が来て、そうするとハフから予約完了のね、メールが来るっていった形になりますんで、日付選択して、客室を選択して終わりではなくてですね、そこで一回ね、ホテル側に情報飛んでみたいなね、そういったやり取りがありますので、この点はね、注意してください。申請して OK が出ないとですね、予約完了っていう風になりませんので、これね、勘違いすると結構大変なことになりかねないかなっていう風に思いますので、この点はね、注意してください。いかがだったでしょうか。今回ですね、月額制宿泊サービスであるハフについてね、解説させていただきましたけども、まあ、マリオットホテルであったり、プリンスホテル、またハイアットとかがですね、3000円とプラスコインでね、利用することができるっていうことになりますので、個人的にはですね、かなりお得なのではないのかなっていうふうに思うんですよね。またね、
プリンス京都であればですね、マリオットボンボンホテルのね、ステータスも利用することができるっていう風になっておりますんで、ぜひね、このコインっていうのは稼ぐの結構大変なので、ひとまずですね、紹介 URL で会員登録すると100コインもらえたり、その他ね、チャレンジとかでコインがもらえますので、まあ、そこでね、利用していただいて、コイン稼げた分にはですね、結構お得に利用することができるっていった形になりますので、利用してみていただければなと思います。私もですね、3000で利用できるっていうのをね、聞きまして、早速ね、予約入れさせていただきましたので、近いうちにですね、宿泊して、またね、宿泊レビューもね、動画出したいなっていうふうに思っておりますので、まあ、どんな感じでですね、ステータス実際にね、利用できるのかっていうのが気になる方はですね、今やってるね、このキャンペーンについては、おそらくしばらくやってるのではないのかなっていうふうに思いますので、私の宿泊レビューね、見た後でもね、全然間に合うのではないのかなっていうふうに思いますので、そちら見てからね、判断していただいてもね、いいのではないのかなというふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレイトバード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。